ゲイリー・ドウエイン・ペイトン2世は、アメリカ合衆国、ワシントン州シアトル出身のバスケットボール選手。NBA の G リーグのサンタクルーズ・ウォリアーズに、所属している。ポジションは、ポイントガード。父は、バスケットボール連動入りの名ポイントガードで、シアトル・スーパーソニックスなどで活躍した、ゲイリー・ペイトンである。2012年に、ユタ州のソルトレイクコミュニティ・カレッジに入学した。 ペイトンだったが、2014年に、父の母校にあたるオレゴン州立大学に転校。パックマイナス12の、ファーストチーム、ディフェンスチーム、最優秀守備選手に2年連続で選出され、親子2代揃って、チームを NCWA 団子、バスケットボールトーナメントに導く快挙を達成する。さらに、年間最優秀ポイントガードに贈られるボブクージー。 小候補の最終選考に残るなど、同大学の中心選手として活躍したペイトンだったが、2016年の NBA ドラフトでは、どのチームからも指名を受けることはできなかった。ペイトンは、同年夏の NBA サマーリーグで、ヒューストンロケッツの一員として参加。9月23日に、ロケッツとトレーニングキャンプに関する契約を締結。28日に正式に、 選手契約を結んだが、開幕ロースターに残ることができず、10月24日に、解雇。解雇後に、参加のリオグランデーバレーバイパーズに送られ、NBA 入りを目指すことになった。そして D リーグで51得点を記録したペイトンは、2017年4月1日に、ミルウォーキーバックスと契約し、念願の NBA 入りが実現した。2017年10月14日、バックスから、 解雇されるが、3日後の17日に再び、バックスとツーウェイ契約を結ぶ。しかし、12月18日に、再び解雇された。2018年1月15日、ロサンゼルス・レイカーズとツーウェイ契約を結んだ。2019年12月23日、ワシントン・ウィザーズに移籍。2021年4月8日、ゴールデン・ステート・ウォリアーズと10日契約を結んだ。 2021年4月19日、ゴールデンステートウォーリアーズと2度目の10契約を結んだ。ペイトンには4人の兄弟がおり、その中にゲイリー・ペイトン・ジュニアという兄がいる。そのため自身はゲイリー・ペイトン2世と名付けられた。ありがとうございます。